皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するレクリエーションは国取り合戦というゲームになります。使うものは、このようなカードですね。県の名前が書かれています。で、裏に、県章ですね、県のマークというか県章が書かれています。で、県章が、存在しない県もあるので、県のシンボルなどを、使っている場合もあります。このような感じですね。で、これを先に、机に並べます。で、チーム対抗でもいいですし、個人対抗でもいいんですけれども、カードを、カルタのような要領でですね、先に、いっぱい取った人の勝ち、先にというか、最終的にいっぱい取った人の勝ちということになります。で、なんていうのかな、県の特産品とかを模しているものもありますし、県の頭文字とか、そういうものを、ちょっと見えないかな、やってるものもありますし、あと県の形ですね。例えばこれなんかすごく分かりやすいと思うんですけど、これ青森なんですね。青森の、形ですよね。で、多分真ん中がリンゴを模してると思うんですけども、このような感じになっています。なので、もしかしたらご出身の地域の、県章を覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、例えばこれなんかは石川県なんですけど、石川という漢字が、マークになっているという感じになりますね。なので、もしかしたらすぐ取れる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、その県の例えば特産品だったりとか、そういうものを、お互いにクイズを出し合って、で、どれかなって言って開いて、で、違ったらまた伏せてっていうのを、こうお互いにワンターンずつ繰り返していくような感じでやっていくと面白いと思います。最終的に、個人かチームで、取った枚数が多い方が勝ちというゲームになります。認知症になっても昔のことというのは結構覚えてらっしゃる方が多かったりします。なので、どこどこに住んでいて、こんな景色があったなとか、思い出ね、お話をしてくださるお客様も結構いらっしゃると思うので、このような感じでね、やってみると面白いかなと思って今日はご紹介をさせていただきました。検証をね、用意するのがめんどくさいかもしれないんですけど、パソコンとかで印刷をしてしまえば、それを切ってね、貼って、カードとして作っていただくのをお客様に事前にね、お手伝いしていただいたりするのもいいかなと思います。今日は、国取り合戦というゲームのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。